全国高等学校デザイン選手権大会は、探求型学習の成果発表の全国大会である。全国の高校生を対象に、社会を良くするための企画、アイデアを募集している。2009年より略称である、デザセンを広報などに用いるようになった。東北芸術工科大学が主催、1994年から毎年開催している。近年、 探求型学習やアクティブラニングなどが教育に取り入れられ、大学入試においても大きな転換期を迎えている。全国高等学校デザイン選手権大会はデザインと称しているが造形表現のテクニックを競うものではない。これまでの知識集積型の勉強だけではなく、ことの本質に目を向けて自ら考え解決方法を提案できる教育実践の場として探求型学習や アクティブラーニングデザイン思考を用いた学習の成果発表としても活用されている。東北芸術工科大学が主催する高校生を対象にした探求型学習の成果発表の全国大会。高校生が自らの視点で社会や地域、身近な暮らしの中から問題点を見つけ出し、その解決策を提案する。 何を取り組むべき課題として発見するか、それをどう捉えて探求するか。そして、いかに画期的な解決策を考え出し、その一連の内容をしっかりと伝達できるかを考え、毎年、高校生らしい視点で、数多くの提案が寄せられる。毎年、全国から約1000もの提案書による応募があり、一時、二次審査を通過した1チームが、決勝大会に進出し、 公開プレゼンテーションを行う。決勝大会では、教育やクリエイティブなど多様な分野で活躍されている審査員との質疑応答により、問題発見の視点と、その分析力、探求力、比較力、表現力などを総合的に審査し、優勝を決める。決勝大会の模様は、ニコニコ生放送や YouTube でも配信される。明日の社会を見つめ、 明日の世界を想像する高校生ならではの視点で、身の回りの問題、課題を見つけ、その新しい解決策を提案する。大行な感じがするが、平たく言うと、テーマ設定は自由。身の回りのあらゆる物事を対象にすることが可能。問題に気づき、どうしたらよりよくできるか、考えを巡らすこと、他人の意見に耳を傾けること。こうしたプロセスを経て、 提案にまとめることが出座線のテーマである。同じ高校に通う生徒2から3名で1チームを作り、1チーム1提案で応募する。1校から何チームでも応募が可能。高等専門学校の場合は、3年生まで特別支援学校の場合は、高等部在籍のみ。チーム内の組み合わせは、男子のみ、女子のみ、男女混合、学年混合など、同じ高校であれば自由である。 チームを構成するメンバーのうち、1名でも変更すれば、異なるチームとみなされるため、一人で複数の応募が可能。企画書の応募、一時審査、編集チームメンバーが決まったら、提案の内容を A4 サイズの提案書にまとめて、応募する。なお、企画書には規定のフォーマットがあり、大会公式ホームページからダウンロードして使用する。応募の締め切りは6月末。 応募された提案書を審査し、二次審査に進むチームを決定する。提案パネルの応募、二次審査、編集提案の内容、A2 サイズのパネル2枚に分かりやすくまとめる。表現方法は、文章、イラスト、写真など自由である。パネルというだけあり、スチレンボードや紙製ボードなど、折れ曲がらない程度に厚みのあるものを使用しなければならない。 応募された提案パネルを審査し、最終審査に進むチームを決定する。今日、デザインという言葉が様々な場面で用いられるようになってきたが、一般的には物の色や形を考えるなどの造形表現のことを指す言葉であるとの認識が強い。デゾンでは、デザインは社会や日々の暮らし、または様々な仕事の中で問題や課題を発見し、 解決策を具体的に提案していく一連の行為であり、社会全体、すべての人に関係することと位置づけている。言い換えれば、物事を観察すること、そこから問題を発見すること、問題の解決策を考えること、解決策を人に分かりやすく、伝えるために工夫をすることなど、表現に行き着くまでのプロセスにこそデザインの本質があると捉えている。こうしたデザインを、 より多くの高校生に知ってもらうことこそ、デザ戦の最大のコンセプトと言える。三人で一チームとしているのには明確な理由がある。もちろん、異なるパーソナリティを持つ三人が、一つの課題に取り組むことは難しい。最終審査までの間に、乗り越えなければならないいくつものハードルがあるのは確かで、ある。テーマが三人の一致を見るまでには、多くの議論と調査が必要だろう。 つまり、三人のチームは合意形成を図るための小さな社会となるのである。高校生によれば、最終審査までの間に3回は泣くのだという、良いアイデアが浮かばずに泣き、互いの意見がぶつかって泣き、最後に達成感を味わって泣く。まさに表現の結果だけではなく、そこに至るまでのプロセスが重要であるというデザ線のコンセプトを体現しているかのようなエピソードである。 デゾ戦では、計2回の審査が行われる。提案書、提案パネルを元にした審査で、7から9月に行われる。問題発見力単に個々の問題を扱うのではなく、これらの問題の背景にある、様々な状況を理解し、意義のある問題設定をしているか。分析力問題に対して、観察や調査などを行い、よく分析できているか。 解決力問題に対して説得力があり、魅力的な提案ができているか。表現力テーマや分析、提案に至るまでのプロセスを分かりやすく、適切に表現できているか。事前審査によって選抜された10チームは、通知を受けた後すぐに、最終審査に向けた準備を始める。決勝大会では、自分たちの提案内容を7分間で、プレゼンテーションする。 そのために内容をさらに深めたり、具現化したり、説明の仕方を考えたりなどの準備を進めていく。応募した提案パネルは完成品ではなく、プレゼンテーションのためのターニングポイントに過ぎない。デザー線が他のコンペティションと異なるのは、まさにこの部分である。最終審査での評価のポイントは、一次審査での評価ポイントに発表力が加わる。プレゼンテーションが 効果的になされたかどうか、内容を的確に伝えることができたかどうか、魅力的なプレゼンテーションであったかどうかが評価される。会場前方には大型のスクリーンが用意され、映像を映し出すことができる。スクリーンに映すことができるのは、ノートパソコンの画面、諸葛カメラの映像、会場内に設置されたビデオカメラの映像の3つである。最近では、 出場チームのほとんどがプレゼンテーションにパソコンを用いるようになった。優勝校には優勝期、文部科学大臣賞の賞状、トロフィー、副賞24万円相当が授与されている。ありがとうございます。